参政党はなぜ議席を獲得できたのか、はい、出口調査選挙結果から見えてきた3つの要因と、うん、まあ、大変気になるタイトルの記事がありまして、はい、うん、まあ、今回の参政党が1議席を獲得したと、そうです、まあ、その背景には一体何があるのかという記事なんですけども、うん、参政党の最大の特徴は反ワクチンや脱マスクの主張だ、うん、コロナ疲れを感じる子育て世代や、若者の一部に食い込んだことが得票につながったのではないか。コロナ禍で初めて行われた今回の参院選を振り返り、同志社大学の飯田健、教授はこう分析すると。でこの飯田教授が、選挙後に都道府県ごとの参政党の、比例選得票率を、うん、各地域の高齢化率や都市規模などさまざまなデータと比較したんですよ、うん、はい、でその結果、うん、最も相関関係を示したのが、うん、3回目のワクチン接種率だったっていうこれなかなかちょっと面白い分析だなと。なかなかそこに気づく。確かに反ワクチンだからね。そうなんですよ、うん、でこれその分布を示してみると、うんうん、その3回目の接種率が 72.57% で、うん、最も高い秋田県が参政党の得票率 2.17% で、うん、全国で最も低かったんですよ。なるほど、はい、で逆に接種率が 45.99% で、うんうん、最も低い沖縄では、はい、得票率は全国で最も高い 4.65% なんですよ。ちゃんと比例してると。そう、比例してるんですよ、はい、だからこのなんか相関関係反ワクチンがね、はい、ぴったり見られたとはまったんだなということなんですけども、うん、でもやっぱこれは見方を変えると、うん、そう思ってる人がいて、うん、それを取り込む政党が参政党だったっていう、うん、そうですね、うん、だからその不満を、はい、まあ、なんていうかな、こう民意として捉える、うん、まあ、発信していく、うん、党がやっぱ参政党だったからこそ、そうですね、うん、今回支持されたんじゃないかなというのは、はい、まあ、一つ、はい、理解しておく必要はあるんじゃないかなと。そうですね、うん、だってこれ当選したのは民意ですからね、はい、うん、そうですね、いや、これはもうそういうもんだと、はい、でやっぱりそのこの読売の記事でも、うん、なんかやっぱ陰謀論的なんじゃないかっていうのは指摘されていて、うん、はいはい、党の政策を解説した単行本では莫大な利益獲得を目的とするあの勢力がコロナ禍の恐怖を過剰に煽るために新聞やテレビなどのメディアを利用して盛んにマスク着用を呼びかけているってこれが本に書いてあるって言うんですよ、はいはい、すごいよねといった陰謀論的な主張も目立つと、はい、いうことですね、うん、あの勢力って何なんですか、なんかハリーポッターみたいな名前を言ってはいけないあの人みたいなそんな、ね、本に書いてんのに明言してないのかそう、なんの大丈夫かそれ、その本は大丈夫あの勢力ってその本どこなんだ、その本かって分かり合えるのかっていう、はい、どの勢力だか金出したのに定義してないのかって、はい、いやこの辺がやっぱ、うん、いややっぱ決別しちゃうわなっていうポイントではあるんですよね、うん、そうですね、はい、でですね、うん、この記事すごい長文でですね、うん、やっぱその今の時代って、うん、アテンションエコノミーが重要だと。そうですね、うん、はい、これだから注意経済とか言われるんですけれども、はい、まあ、今その情報過多な時代なので、うん、はい、なんかこう正確性とか、うん、その中身っていうよりも、うん、目立つものにみんな目がいっちゃうわけですよ。そうですね、わ、うん、かります。でその短い、うん、そのワンフレーズでやっぱりこう人を引きつけて、はい、だからそのマスクは毒だとか、はいはいはい、ワクチンは毒だとか、うん、はいはい、なんか操作されるんだみたいなこと言うと、やっぱこう、はい、一部の人は引っかかって熱烈に支持しちゃうみたいな、うん、単純な方ほどね、うん、やっぱ行きやすいっていうのはありますからね、うん、はい、そうなんですよ、うん、だからそういうところも、まあ、TikTok とか、はい、まあ、これ別に参政党がやっていたっていうか、うん、その支持者の方が、うん、その街頭演説を、うん、切って、うん、まあ、TikTok に上げて、うん、でまあなんか支持を得ていたっていう、そうですね、うん、あと YouTube で稼ぎたい人が自分の動画に持ってくるために TikTok で上げて、うんうん、そっちに持ってこさせるようにして稼いでたっていう、うん、まあ、これ以前の記事で紹介しましたけど、はい、はい、まあ、そういう流れができていたんですね、うん、だからそれはまあ3年前とか6年前とか、うん、3年前か、はい、3年前はNHK 党だったわけですけれども、はい、うん、今は NHK 党よりも参政党の方が稼げるんじゃないかということで、そういう無名の YouTuber が、うん、はい、まあ、街頭演説を取ってですね、まあ、だからこれは、まあ、ある意味彼らからするとウィンウィンな関係なわけですよ。あ、そうですね、あの、うん、参政党の政策に賛成してるわけじゃないけど、うん、参政党の言ってることがちょっとまあ、あれっていうようなことを言うから、うん、そっちの方が回るっていうことで、うん、どんどん追いかけて、うん、それで参政党の動画を撮ってアップして、で TikTok でも拡散してたというのが、まあ、流れですよね。そうですね、はい、でですね、うん、まあ、この分析の最後に、この過去に議席を得たほとんどのミニ政党が一過性のブームに終わっていると、うん、はい、
という指摘があるんですね、はいうん、であのかつて存在したあのスポーツ平和党、うん、アントニオ猪木さんがやっていた、はいはいはい、まあ、1議席取ったんですけど、はい、やっぱその後、うん、ちょっとこう振るわず、そうですね、はいはい、まあ、全員落選ということになってしまったりだとか、うん、であの NHK から国民を守ると、まあ、今の現 NHK 党ですね、うん、はい、もう2019年に1議席を獲得して、うん、で今回の参院選でもガーシーさんが当選されたということで、はい、そうですね、はい、1議席ではあるんですけど、うん、広がってはいないというか広がってはいないんですよ。まあそうですね、うん、だから前回1、はい、今回も1、そうですね、うん、だから、まあ、ですから一応でも生き残ったなっていうところはすごかったなと思うんですけど、ここからまた6年っていう、これをどうやってね、うん、ここからこのゲームを拡大していくのかっていうのは、ね、そうですね、注目ですよね、うん、はい、だからあの令和新選組もちょっとそういうところあるんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、あれもだからそんなに広がってはいないんですよ、3年前から比べて。そうですね、そろそろ飽きられるんじゃないかなっていう気がしますけどね、うん、ただあれやっぱその、うん、既存の左派のパイを食ってるみたいなところもあるじゃないですか、うん、だからその立憲民主党とか、うん、社民党とか、そうなんですよ、うん、共産党とかの左派を食ってるだけですからね、うん、だから参政党も結構その自民党とか、うん、そうです、なんかあの辺に失望した不満を持ってる人に言ってますよね、うん、そうなんですよ、はい、だから本当になんかうまいところついたなっていう、そうです、うん、だから広がるかどうかは難しいところですよね、はい、そうですね、広げるんだったらやっぱり王道を行かなければいけないというか、うん、どっかね、うん、だから今はちょっとトリックで行ってるというのが、そうですね、今その N 国とちょっと特殊な N 党と参政党っていうのがあるんでしょうけど、うん、そうなんですよね、今からちょっと楽しみなのはこの N 党と参政党の戦いですよね、うん、ここからはちょっと今ちょっとんなんか構想になってますもんね、そう構想になりつつあるでしょう、はい、あれはだから、うん、ある程度かぶってるっていう、そうです、ところなんでしょうね、完全にかぶってると思いますよ、それはだから保守派かどうかっていうことよりも、はい、支持層が、そうそうそう、若い人のね、うん、やっぱネットを見る層というか、そうです、そこででどういうふうに参政党と N 党が戦うかと、うん、まあ参政党が政治資金パーティーとしてお金集めてる、結構億単位でお金集めてるんですけど、それを神谷氏の、意識改革っていう会社で集金してるっていう点とかが大丈夫なのかと、集金窓口でしょ、うん、それでまあ返金ができないとか、そういうのを立花さんがついて動画にしてね、うん、転勤できるようにしましたよとか言ってましたけど、うん、はい、あれは、うん、多分ですけど、もともと参政党って全く何も整ってない状態でずっとやってたんですよ、なるほど、だから事務所も最初全然なかったし、はいはい、あ、なるほどね、うん、はいはいはい、だからその何かやるにしても、うん、なんていうか組織がないから、うん、とりあえずその神谷さんの会社を通じて、うん、なんか会場を借りるとか全部やってたっていうのがあったので、多分その名残が、なるほど、例えばそれ国政政党になってそれやってしまうと、はい、まあ、それはちょっと問題があるんじゃないかなと、うん、そうですよね、政治資金の関係と、あとまあクーリングオフの関係とかを立花さんがついてね、はい、ちょっと話をしてましたけど、うん、政治家って本来ただで話すもんじゃない、まあね、うん、そうですね、で自分の講演会だけ、うん、政治資金パーティーってことで2万円とか取ったりとかするんだけど、うん、はい、党として、うん、10万円のチケット席とか、うん、2万円のチケットとかを参政党売ってお金集めてたんでね、これはすごいやり方だなと、うん、はい、あ、独立講演会、確かにそれも5000円取ってたあれも一切取材 NG ですからね確かにね、確かにね、だから商売の自由っていうのはあるんだけど、はい、政治家は基本的にはただで喋るのと、うん、あと自分のところで喋るわけじゃないけど、うん、政治資金を集めるためのパーティーはやりますっていうのは結構こう別になってたんですよね、うん、ところが参政党はこれを政治家が喋るんだけどそれで金も取るというやり方、うん、いや、そうだから僕はちょっとそこ矛盾してるのかなって思ってしまったのは、はい、うん、そんなに大事な話なのに有料にするのかっていう、だからつまりその、うん、なんでしょう、外国勢力がなんちゃらみたいな話を有料でするっていうのは、うん、それやっぱ商売なんじゃないかなってなるわけじゃないですか、そうそうそう、だからそれは本当になんか本当にそういう問題があるんだとしたら、うん、それはもう広く発信していかないと、うん、はいはいはい、そのね、うん、何も解決できないじゃん、いや、そうなんですよ、本来は政治家はただでどんどん広げていくっていうのをやるのと、無料でね、うん、でもう一個は自分に支持してくれる人がお金を集めてくれるから、うん、そこで朝食会やりますとか、うん、そういうのがまあその2つなんですけど、ちょっとそのごっちゃにした巨大なオンラインサロン化っていうかね、うん、すごい
やり方をそうです、ね、やりだしたんで、そうだから別にこれ、はい、あの言論人なら別にいいと思うんですよ、うん、はいはいはい、だからあのそういうのは よくあるじゃないですか、うんはいうん、だけどこれ政治でこれをやってそう大丈夫なのかなっていう、はいはいはい、その辺の線引きが難しいところだなと、はいうん、そうこれをどういうふうに展開するのかな、うん、だから、意識改革の、やってたあの講座もそのまま続けるのは続けるわけじゃない、はい、それはそれで参政党としてそっちの講座もありますよっていうふうに、うんまあ、メディアとしては一緒に募集もしてるわけじゃない、うん、でもそれ金入るのは神谷君の会社じゃない、まあ、一旦そっちに行くっていう、そうそうそう、それをじゃあ、うんこう切り分けてあの政党の方に持っていくのかとか、うんまあ、だから、はい、なんか電通みたいな感じになってるじゃないですかね、電通そうそうそう、だからなんかイベントをその、はい、受け負ってる会社みたいな形になってるんじゃないかな、うんなね、はい、今ちょっと神谷君がさんがいやまあ別にそれで多分利益を得てるってことはないと思いますけど、ね、なるほどね、その極端な利益、極端な、いやそれはまあ間に入ってる分、はい、その分なんか事務手数料とか、うん、そういうのはまあこれでシステム作ったからこれでいくらみたいなのはあるでしょうけど、うんうんはい、そんななんか極端に大儲けしてるっていうことはないと思います、なるほどね、はい、まあそこら辺をね立花さんがついてんじゃないかなと、今回その、うんまあその戦いがね、うん、もうすでにあのネットユーザーの、取り込みっていうところで、うん進めているというか、そう戦いを、はい、が始まっているという感じですね。ただあの、はい、ネットの取り込みっていうのも、うん、どうでしょうね、あの政治に興味関心ある人って、うん、多分どっかで限界が来るんですよ、うん、その政治でネットに興味あって投票してくれるような人ってどんどん、うん、あのどっかで限界来るので、うん、その興味ない人をいかにその切り開いていくかっていうのが、うん、多分今後のキーポイントになるんじゃないかなとは思うんですけど、はいはいうん、なんかそういう点でやっぱ NHK 党とか令和とか参政党っていうのは、うん、ちょっとやっぱ切り開いてんじゃないかなっていう気もするんですよね、うん、そんな多くないにしても多くないです、うんはいはいはい、だけどやっぱそういうのがないとやっぱ今回も170万票とか、うん、あの取れなかったと思うし、うん、単純に他から移動してきただけっていうよりは、うんまあ、行かなかった人が今回来たんじゃないかなと、はいうん、だからこの流れを広げていくっていうのがまあ大事なのかもしれないですけども、うんはいまあ、なるべくこうバランスを取ってやっていただきたいなと、はい、いうなバランスとはそうバランスだからバランスとは変に極端な、はい、そのなんか陰謀論を唱えるとか、なるほどね、うん、そこが参政党のまあ主たるでもコアみたいなところですからね、そこコアですからね、うん、でもそういうのをやっぱり、うん、鵜呑みにされてる方がいらっしゃるようなので、うんはいはいちょっと気をつけていただきたいなと、はい、もしこれが本当だったらというパターンにいつものテンプレートになってましたからねそれでもしこれが本当ならって何でも言えますからね、はい、そうそうそう、うん、まあそうですね、ここに土の子がいたかもしれないとか、はい、もしこれが本当なら驚愕の事実はい、はいはい、ということでちょっと次行きましょう、すいません僕らエッジ聞いてなくてという